どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうぎです。さあ、本日なんですが、都市伝説動画を上げ始めて、まあ、1年ぐらい、まあ、経とうというタイミングでですね、今までは僕が知ってるものだったりとか、見つけてきたものっていうのをこう出してたんですけど、ちょっとね、面白い本見つけまして、こちらちょっと買ってきました。こちらですね、世界の現代怪事典、都市伝説の辞典、辞書みたいなものなんですよ。浅里いつきさんっていう方が書かれてるもので、これね、めちゃくちゃ面白いです。いろんな、本当に辞書みたいに、スレンダーマンはとかっていうのがいっぱい書いてあって、で、これ日本のやつも出てます。日本のだと、それこそひきこさんとか、トイレの花子さんとかっていうのも出てて、ちょっとね、これね、面白いんですよ。で、紹介しつつ、まあ、今までのね、まあ、都市伝説の動画って割とこう、日本でとかっていうのがあったんですけど、ちょっと海外の都市伝説もこれからね、やっていきたいなと思いまして、ちょっとこちらを買ってきたと。なので、これから出る都市伝説で、ちょっと世界的なものになってきたら、これなんじゃねえかっていうことをちょっと思っていただけたらなと思います。結構ね、こういうの好きで、いろんなね、世界の都市伝説とかっていうのにもこう、これからね、触れていきつつ、まあ、もちろん日本の都市伝説っていうのをね、ご紹介していけたらなと思いますので、まあ、どっちかっていうと、この本の中には、レジェンド的な都市伝説が多いので、そういうね、レジェンド的な都市伝説にスポットを当てた動画も作っていこうかなと思っております。これね、面白いんですよ。ちょっとね、買い物に一週間ぶりに行って、なんかいい本ないかなとか、ネタないかなとかって思ってたんですよ。ちょうどそこを見てたら、これちょっと見つけちゃったということで買ってきました。一応日本の現代怪異辞典っていうのも売ってます。もしね、興味ある方、あの書店でも買えますので、ぜひね、調べてみてください。これからね、世界的な都市伝説が動画になると、あの中にあるのかなとかっていうのもね、ありますので、合わせて見ていただくと、あ、こういうことねとかで、僕の動画見て、あ、興味あるとか、先に知りたいとか思ったら、こっちを買っていただければと思いますので、ぜひね、興味ある方、こちら書店で売ってますので、よかったら見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。